見てください。今回は当店のデモ派として新型スイフトが納車されました。コンパクトカーを紹介するのが久しぶりですね。早速今回5台目の新型スイフトの内外装をチェックしながら、当店が販売する予定の傘のパーツを紹介していきたいと思います。どうも、サンバイフォーデュースのジンです。はい、早速新型スイフトの車体を見ていきましょう。今回納車したグレートはハイブリッド MZ ですね。車体金額はだいたい217万ですね。今の時点で3つのグレードがありますか。でも新型スイフトスポーツ出るのも楽しみですね。カラーはスーパーブラックパルですね。今回の動画では当店が販売する予定のカーショーも紹介するので、ぜひ最後まで見てくださいね。紹介しきれない部分もあるので、そちらは情報公開まで期待してお待ちください。それではフロント部分を見ていきましょう。フロント部分のデザインは今回だいぶ変わりましたね。この真ん中のグリルがだいぶ大きくなって、迫力がもっと増しましたね。左右のヘッドライトが少し可愛くなったんじゃないかと思ってしまうんですけどね。個人的な意見ですけど、迫力さもありつつ可愛くデザインしていて、いいバランスだなと思います。下のフォーク周りだいぶ雰囲気が変わりましたね。真ん中の純正メキパーツを追加することで、より高級感のあるフロントフェースになりましたね。そんなもともと高級感がある新型スイフトに合わせて、いくつかメキパーツを開発する予定です。例えばフロントフォークガニッシュとかフロント左右ガニッシュとか、純正メキパーツと合わせて相性抜群でいいアクセントになると思います。ぜひ期待してお待ちくださいね。それではサイド部分を見ていきましょう。サイド部分はこんな感じですね。見てください。サイド部分は今回一番目立つ変えたところは、やっぱりこのリアのドアノブのデザインですよね。下になりましたね。4台目のスイフトは C ピラーのこのところにありましたね。これは本当に好み分かれますか。特7上の方が好きかな。変わった感があるっていうか。そして今回の C ピラーも4台目より少し太くなっていますね。ちなみに今回鈴木さんは結構サイドのデザインも工夫しているみたいですね。見てください、この純正のライン、この上下のいい感じに合わせていて、ほとんどへこみがあって、上下合わせてサイドビューよりスタイリッシュな見た目に仕上げられていますね。この純正ほとよくへこみデザインに合わせて、当店ではドレスアップするパーツも開発する予定です。サイド外周とサイドリップ外周というパーツですね。定番パーツなんですけど、デザインは結構ことわで作成しているので、ぜひパーツデザイン公開まで期待してお待ちくださいね。で、次ホイールを見ていきましょう。ホイールはこんな感じですね。サイズは185-55R16 ですね。タイヤはフリシストンのエコピア EP150 ですね。ちなみにこちらはハイブリッド MZ なので、ホイールはこんな感じで切削加工デザインですけど、MX と MG グレードはまたホイールのデザインが変わってくるんですね。そしてリア部分を見ていきましょう。はい、リア部分に行きました。見てください、リア部分のデザインはこんな感じですね。個人的な感想なんですけど、あまり前代と大きな変化はないかなと思って、テールランプの仕様が普通の赤色からクリアタイプになりましたけどね、よりスポーティーなデザインになりましたね。かっこいいですね。僕はこんな感じのランプがすごく好き。昔のダネボー7と似てるんですね。かっこいい。そしてバックドアの部分は少し塗装面が多いですね。当店ではなんかいいドレスアップするパーツないかなと。なので多分リアエンブレムカーブガニッシュとかみたいな傘のパーツを開発すると思います。また完成品ができたら公開したいと思います。こちらもぜひ期待してお待ちくださいね。そして今回の下部分は樹脂素材が装着されましたね。見てください、こんな感じですね。こんな感じ、バーッと全部樹脂素材ですね。この樹脂素材が追加されることで、よりリアビューをいい感じにしまってきたって感じですね。で、ちょっと黒の樹脂素材が多いので、当店ではもうちょっとね、なんかいい感じのアクセントないかなと思って、なんかドレスアップパーツとか、なんでちょっとこの辺のリアリフレクターガニッシュかな、開発しようかって今悩んでるんですね。まあちょっと皆さんの意見とかいただけたらと。ラゲッジ部分はもちろん電動ではありません、手動です。で、ここはこんな感じでね、紐をついて開けたら開けて、でも多分外せるはずです。あ、外せる、簡単に外せます。こんな感じですね。でも結構深いですね、ラゲッジスペースが。こんな感じですね。スペアタイヤがなくて、こんな感じで緊急モードとか検閲服とかついていますね。そしてここも買い物服があります、物をかけれます。で、ここランプがありますね。もちろんハロゲンです。よいしょ。
ちょっと、まあ、やっぱね、ラケチ部分がちょっと深いんで、荷物を積み降ろしにこの辺は擦ったりするんですよね。擦りやすくなるんですよね。なので当店ではこちらのラケチスカウポエットも開発しようかと思って、ぜひ期待してお待ちくださいね。まあ、ラケチスカウポエットがあることはリアバンバステップガードもあります。両方装着していただいて、しっかり愛車を保護してください。テールランプとフロントランプチェックしていきましょうか。じゃあ今回まずリアから行きましょうか。はい、ブレーキランプですね。はい、エンジンかけます。じゃあ、フロントランプ。多分ハロゲンですね。で、ハザード、こんな感じですね。じゃあ次にモードを見ていきましょう。じゃあまずヘッドライトですね。スモールランプで、ヘッドライトで、ハザードですね。今度は流れないタイプですね。はい、じゃあインテリア見ていきましょう。はい、こんな感じですね。インテリアは結構質感いいですね。この辺もなんかサテンシルバーみたいな感じで、で、ここメキですね。最近のスズキさんって感じで、ハンドルもちゃんとしっかりスティッチ入っていて、いい感じですね。握り心地はいいですね。で、この辺もなんか前代と違って白い素材追加されていて、白い樹脂かな、この辺で。当店では定番パーツ、ウィンドウスイッチパネル開発しようかと思って、ちょっとなんか樹脂素材ばかりで寂しいなと思って、色合いがあった方が面白いかなと思って、あとまあ定番の保護パーツですね。内側スカーフプレートと外側スカーフプレート、やっぱね、今新車なんで今貼ってるんですけど、保護されてて、でもね、やっぱ剥がしたらね、この樹脂部分は乗り降りするときに傷つきやすいからね、靴でこうやってね擦ったりするんで、で、樹脂素材は一回傷ついてしまうとなかなか直せませんからね。やっぱこういったね、保護パーツ大事ですね。塗装面も樹脂面もしっかり保護って感じですね。よし、じゃあ見ていきましょう。内装この感じですね。この辺もなんか純正でサテンシルバーが装着されていて、結構いい感じですね。で、この辺も強い樹脂で、なんかダイヤモンドみたいな形がデザインされていますね。はい、じゃあエンジンかけていきますね。今回のエンジンスタートボタンはこちらですね。こんな感じですね。シフトパネルがこの辺についていて、で、今回最近のスズキスペシャルカスタムもそうだったんですけど、こんな感じでね、平均燃費ちゃんとね、モニターから出てきて、カープレイもついていますね。これいいですね、カープレイ。で、エアコンはオートエアコンですね。こんな感じですね。片方だけです。さすがに左右ないですね。で、ちょっと消そう。下の方は見ていきましょう。これ結構面白いな。でかいな、 USB。もう USB ここにあるよのアピールがすごいですね。こんな感じでね、 USB があって、でタイプ C か、タイプ C とタイプ A 両方ついていて、で、最近の車はなかなかないものが装着されていますね。 C ガソケットがあります。これ最近あんまりないんじゃない、いいね。よいしょ、こんな感じでね、で、この収納がありますね。携帯とか置ける。で、ドリームホルダーに2個あって、まあ、全体的にはね、ちょっと樹脂部分がすごくあるんですね。なんかドレスアウファーズを開発したらいい感じになるんじゃないかと思って、この辺も樹脂ですし、これどちらもドリームホルダーがあるんですね。この辺なんかパネルとかね、開発したらなんかいい感じになりそうですね。これシートヒーターがありますね。ちょっとね、インテリアになんかこのパーツを開発してほしいなどの意見がございました。ぜひコメント欄で教えてくださいね。絶対ね、インテリアのその雰囲気をもうちょっと高級感を追加したり、雰囲気を変えたりしたい方は絶対いると思うんで、当店もちょっと頑張ってちょっといろいろ検討してるんですけど、やっぱ皆さんの力をお借りしたいと思って、よりいい商品を開発したいと思うんで、ぜひ教えてくださいね、みんな貴重なご意見を。で、続いて見ていて、よいしょ、上の方はこんな感じですね。あ、ライトない。ライトないね。全くない。ハロゲンのもすらない。で、こちらは、あ、ハロゲンですね。で、ここはもうないですね。ないね。まあ、こんな感じですね。じゃあ、リア部分を見ていきましょうか。あ、そう。もう一つは、ちょっとこの座り心地ですね。シートの。すごく柔いですよ。なんか柔らかい。すごく柔らかいです。なんつったらいいじゃろう。
なんか今まで座った車の中で一番柔らかいかもしれないですね。でもなんか柔らかいですけど、ちゃんとホールド性があるんですね、左右。いいと思いますよ、すごく。じゃあちょっと後ろ席を見ていきましょう。はい、リア部はこんな感じですね。正直言うと広くはないです。まあちょっとコンパクトカーなので、まあ、それはちょっとしょうがないところですけど、で後ろ同じくちょっと柔らかいですね。すごく柔らかいです。で今回の全部布素材ですね、革素材じゃなくて。でこんな感じで三角の形デザインですね。でこちらもドラえもんポケットがあります。で確か左右あるかな、あ違うな、左だけですね。で後ろもちろんエアコン吹き出し口がないです。でこのさっき紹介したドリームホルダー1個1つついていて、で多分あちらも1つあるんですね。で後ろちょうど3人使えるって感じですね。で今は本当の席が普通に運転くらい、運転できるくらいの距離設定してるんですけど、結構窮屈って感じですね。僕は179cm、8cm くらいですけど、こんな感じですね。真ん中もアームレストがございません。これちょっと残念なポイントですね。あったらうちパーツ作れるのに。はい、いかがだったでしょうか。今回の新型 Swift はデザインも可愛くて実用性も抜群で、すごくおすすめの1台ですね。これからいろいろカスタムパーツを販売する予定なので、ぜひ期待してお待ちください。そちらの車種に掛け合わせ利用車種のカスタムパーツも販売しているので、ぜひ概要欄にあるリンクからチェックしてください。チャンネルを登録していただければ、あなたの愛車に似合うカスタムパーツやメンヘア商品が見つかるかもしれません。通知ボタンも忘れずに、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。